かもう、ウの片手におしゃべりしてる修学旅行の気分だもん。あ、いいね、恋バナする、恋バナ。いいじゃん、枕投げしようぜ、枕投げ。枕投げ病院寝てそれ枕投げってさ、本当に枕投げするの？え、するする。 え、しないの？本当にするの？え、したした。へえ。でも、ここに立つからやめなさいって言われ怒られる。あー、確かに。そっか。緑。どり、あー、なんで飛ばすの、いちいち。ほら、黄色だよ、備えよ。ねるちゃんは修学旅行の夜とか何をしたの？あ、え、なんか悪くなるけどいいの？回線がごめん。すげえ、カネルちゃんの回線がすごいことになってる。なんか、なんで、なんで、悪くなった？お大工モードなんですけど、ちょっと待って。画面の色ねるちゃんの顔すごいよ、今。もう、すごいことになって。放送禁止の顔になった。バキバキ。バキバキになってるけど。え、違う。え、ちょ、待って。嘘、修学旅行の話しようとか。できんくらったな、これ。うっさー。なんで、なんで。かわいそう。はい。え、よっぽどひどい話なんだな、これはな。まあ、そうだな。え、今も鳴ってる？口がわかんないもん。今も鳴ってますよ。鳴ってる。やばいよ。一回ちゃんと閉じるよ。あ、まあいいや。じゃん。はい。ガバガバだけど、割と。大丈夫。ガバガバって何？なんかすごいガビガビだけど大丈夫。え、ダメ。いや、でも音質は治ったけど。音質は治ったけど、顔がね、ガビガビのガビだね。ほら。なんでやだ。あー、間違えた。やだ。あ、ちょっとずつ、ちょっとあ、良くなってる、良くなってる。あ、ちょっとずつ戻ってきた。戻ってきた。あ、なんてことあるね。なんでやだ。やばい。ねるちゃんの修学旅行の話が気になって仕方がないけど、でも回線またロボられると嫌だな。話し出す瞬間また消えちゃうから。修学旅行って普通にさ、そういうなんか、何、なんか恋バナするとかそういうのが実際あるの？ん？何すんの逆に？え？そもそも、跳ねる何人部屋だった？修学旅行の時の部屋。3人かな。おお。確か3人。わかんない。なんか2日か3日あって。うんうんうん。高校？うん。高校は多分3人となんかいっぱいの8人ぐらいとあった気がする。あ、スクラムズは。うん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 。こ、みんないる？部屋に。うん、とね。あれ？接続できません。なんでだ。なんでだ。はじかれちゃったかな。はじかれちゃったかな。ありがとう。助かる。でも3、4人集まったら恋バナとか枕投げはできるじゃん。へー、できるの？え、何すんの？何すんの？マジで。え、わかんないけど、なんか辛い思い出しかないもん。なんか虐げられてるの？どうしたの？大丈夫？え、なんか本当に覚えてるのが、うん、なんかね、6人グループかなんかに、セクターが班に作成されて、で、なんか、今から自由時間ですみたいな、4時間ぐらい自由時間ありますみたいな感じになって、うん、で、うん、その状態から、なんかその自由時間ですって、はーいって言って、こう放り出された後に、じゃあね、ねるちゃんって言って、他の子みんないなくなっちゃって。あー、そうそう。あれ？部屋に行っちゃったやつか。じゃあねって感じなんだと思ってさ。また接続できないってなった。あれ？あれ？なんでだろう？あれ？もう一回。ちょっと待ってね。招待した。ありがとう。え、なんでだろう。え、ちょっと、すごい。え、ってか、ドロートゥーマッチが。話題のせい？話題のせいかもしれないし。違う話する？え、ちょっとまだ途中だけど、この話。え、あと、なんか、ドロートゥーマッチがオンになってない？これ。
そうなの。オフじゃない？オフな、あ、ほんと？オフになってんね、うん、あれ私の画面だとオンになってる気がするんだけど、あれなんでだろう。誰の部屋に入ったの先生。違う部屋に飛ばされて。ちょっと怖い。まさにその状況なんだ。うの立ち上げまーす。再立ち上げしまーす。はーい。いや。へー。でもね、今はね、ねるちゃんはね、私たちすごい仲良しだもんね。そう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 。この部屋のメンバーでよかったね。うん、修学旅行ね。やったー。楽しかったね、今日ね。楽しかったね。みんなお土産何買った？あれ買った、あのもみじまんじゅう買った。広島かい。広島タイプか、そうか、広島広島タイプだな。あーなるほど。厳島神社今日行った、ね、エジプトじゃないんだ。エジプト修学旅行はね、やばいね。ファンキーだね。バッチ感やばいね。また招待したけどダメ。あ、ちょっと待ってね、今うのがね、立ち上げるのが遅いんだ、ごめんね。その間、ハネルちゃんの話してて、はい、修学旅行の。いいの？さっきの続きで。あと入れなくなるよ、先生。てか、続きあるんだと思って。あるんだ。それがちょっと切なくなっちゃって、その時点でもうすでに僕切なくなっちゃって。あ、続くんだ、この話と思って。結構あるよ、これ、この系の話。結構ある。これが前に聞きまして、ね、これは多分。あ、そうなんだ？なぜ？姉ちゃんと喋った時に。言ったっけ？え、聞いたような気がする。言ったっけ？あった。ああ、なるほど。なんか自由時間で散策の時間になって、みんななんか、そう、なんかそういうテーマパークみたいなとこ回り出して、うん、で、私だけなんか、じゃあね、ねるちゃんって言ってみんないなくなっちゃって、うん、で、あれと思って、もう一人になっちゃったと思って、一人でこう、うろうろしてたら、うん、なんか先生に、はぁ、ちゃんとグループ活動しろって、あれだけ言ったのに、みたいな感じ。私が悪いみたいな。すごい、すごいなんか、怒られて、私だけ。でも、うん、ねえ、私、みんないなくなっちゃったんですけど、みたいなこと言っても、なんかこう、信じてもらえなくて。ああ、辛かったなって。何にも楽しい話じゃないけど、なんでこれ、やけどじゃん、こんな。こんな、そう。あら、こんな話したくなかったんだけど。いや、ごめん、ごめん。ただのかわいそうな話やった。いや。ただのね、辛い話だから、これ何も面白い話とかじゃないんで。辛くなってきた、私まで。先生はそういう悲しむ生徒を一人でも減らすんだ。そう、そうなんだ。先生が一緒に行こうとしようね。うん、一緒にエジプト行こうね。先生、エジプト一択だからな。軍曹のクラスはエジプトだからな。やだな。外れだ。なんでだよ。